素晴らしい劇でしたわ。これまで見た中で一番です。フェアリーってばちゃっかり劇場まで来るんだもの。いいところを持っていくよね。さてさて、光の巫女も選ばれたことですし、いよいよマナの木へ出発ですね。小生、ロロバッツの諸子ともお別れは済ませています。心残りはありませんとも。そうだアッシュ、僕たちはマナの木へ向かうけど、まだ魂は捧げない。ディロフォロスを止めるため女神様に相談しようと思うんだ。やはり奴を野放しにはできませんか。しかしどうして女神に。ディロフォロスの目的は女神への復讐のようだ。このままでは女神が危ない。力を取り戻したせいで妙な姿に変わっていたしね。てなわけやから急いで女神様に会いに行くで。そういうことなら小生従いますけど、なんだか拍子抜けしちゃいました。拍子抜け？皆さんの代わりなさぎです。だって魂の守り人が光の巫女に選ばれるという滅多にない事象に立ち会っているんですよ。それなのにいつも通りなのが全く不思議で。バルシ、よければ巫女としての気持ちをお聞かせいただけませんか。急にそんなこと聞かれてもな。巫女に選ばれることはすごく特別なことだけど、それで僕が変わるわけじゃないって巫女になって分かったよ。僕はやるべきだと思ったことをやり遂げたい。ディロフォロスのこともあるし、これまでのどんな巫女より過酷な旅になるかもしれないけれど、魂の守り人として絶対にみんなを守る。だからこれからもよろしくね。はい。あなたは我々の守り人ですものね。それが揺るぎないことはよく伝わりましたよ。みんなのこと応援してるっすよ。よし、女神様に会いに聖域まで行こう。戻ってきたか、巫女たちよ。トレント、無事でよかった。あの時は僕たちをかばってくれてありがとね。礼などいらんよ。わしは傍観者という立場じゃが、さすがに巫女に怪我をさせるわけにはいかんからの。彼が聖域の入り口を守るというトレントですか。文献の記載よりも大きいですね。どれどれ。アッシュ、調べるのは後にしろ。魂の守人バルよ、本来ならば守人の付き添いはここまでじゃ。長旅ご苦労であったとねぎらうのもわしの務め。しかしお前さんは巫女に選ばれた。他の巫女たちと共にマナの木へ向かうがよい。はい、光の巫女としてお役目を果たすつもりです。でもその前に女神様と話がしたいんです。ほうほう、ここへ戻るより前、お前さんたちは何を見て何を知った。わしにも聞かせてくれないか。うん。ディロフォロスは女神様に復讐しようとしています。その理由まではまだわからないですが、あちこちで神獣を復活させたり、迷惑なもんだよ。ま、ここに来るまでに3体倒してきたんだけどね。でもな、ディロフォロスは力を取り戻したとか言って変な姿になったんや。あれ放っておいたら絶対まずいで。いずれディロフォロスはここへ戻ってくるでしょう。彼を止める術を女神様にお伺いしたいのです。ディロフォロスを止める、お前さんたちがか。そもそもディロフォロスを復活させてしまったのは僕たちも関わっていることです。ヒナの痕跡だってディロフォロスに取られたままだ。あいつを野放しにしたまま僕は魂を捧げられない。なるほどなるほど。わしらは巫女に無理をさせたくはないのじゃ。
マナの女神のことを思えばなおさらな。しかし大精霊たちがお前さんたちを選んだ意味、クイディールの流れが変わろうとしているのやもしれん。巫女たちよ、決意を胸に聖域へ進むがよい。己が魂を捧げるにふさわしき時はその目と腕で見極めるのじゃ。含みのある言い方するな。どうせまた会うことになるんだからさ、ここは行ってらっしゃいって気持ちよく見送ってよ。それならば行ってらっしゃい、巫女たちよ。道中気をつけるんじゃよ。行ってきます。行こう、女神様に会いに。ここが聖域。待ってよカリナ。うわ、あ、あれがマナの木。綺麗。美しい。そしてどこか懐かしさを感じる。懐かしい気持ち、そうかもしれないわね。フェアリー、相変わらずしれっと出てくるな。命は与えられた時間を終えるとマナになり、マナの木で再生され新たな命となるの。そうなんや。うちら巫女だけやなく、どの人らもみんなマナの木へと帰っていくんやね。ファディールの頃、マナの木は精霊界にあったんだよね。ええ、クイディールが生まれなければあなたたちがマナの木を見ることもなかったでしょうね。マナの木がこんなに綺麗なんやってみんなにも教えてあげたよ。いつまでも眺めていたいな。そうもいかないな。女神に会うにはどちらへ行けばいいのでしょう。道なりに行けばたどり着くわ。何があっても道なりにね。あれは魔物がおる。昔は聖域の中に魔物なんていなかったのに。聖域そのものは強力な結界で守られているようですが、魔物が生息している点についてはいくつか仮説が立てられそうですね。結界が張られる前に侵入したのか、はたまた結界は魔物の強さを判断して弾くのか。いけませんわ。アッシュ様が考え事を始めました。アッシュを戦力に数えるのはやめよう。それじゃあ魔物に気をつけて進もう。まさか魔物がいるとは。ここでも異変が起きているというのか。そういうことはアッシュに任せて、うちらは進もう。うん、巫女として一緒に来れてよかった。僕がみんなを守る。道はここまでだね。これじゃあ女神様のとこ行かれへんやん。本当にこの道で合ってるんですか。フェアリーも適当なことを言ったものですね。もちろん、うん、正しい道のりですよ。白帯の竜姫バディス、こんなところにいたんだね。あなたも私もこの者たちも、これより先いかなる未来へと赴くのか見定めねばなりませんか。バディスもトレントと同じ女神の使いなんだよ。この先への生き方を教えてくれませんか。私は未来の番人。この先へ進めるかどうかはあなた方の答え次第。あなた方の前には
さまざまな選択肢があります。それは分かっていますね。はい、巫女を送り届けること以外にも何をすべきか選ぶために知りたいことがあるんです。どうか女神様に会わせてくれませんか。真実を知り、それを受け止め、何を思うか。真実？世界の真実を知るに足る力があるのか。私が知りたいのは、心の奥深くより湧き出る思いなのです。さあ、全身全霊で伝えなさい。その思いがあなた方の進むべき道を見せてくれるでしょう。思いだけじゃダメ。ならばお見せいたしましょう。リバに私たちをバディ君、僕たちから目を離さないでよ。もちろん。追いかけか。ならばお返しするまで。正解や。精霊の力使わせてもらうよ。最後の試練、次で最後。僕たちの思いをぶつけます。最後まで見てて、バディス。光の巫女であれば真実を見極められるはず。そなたの真実を見つけよ。バル、見極めるんだ。よく考えるんです。因果を断ち切る強き思いを持つ者、そのような存在が現れることを私たちも願っていました。あなた方はきっとマナの女神を助ける存在となるでしょう。さあ、迷わずこの先へ進んでください。バディス、ありがとう。この辺りは変わってないね。魔物もいない。ファディールの頃からずっと同じままだ。ついにここまで来たわね。マナの木はもうすぐそこ。ついにたどり着いたのですね。巫女の旅の終着点か。でも
僕たちは魂を捧げに来たんじゃない。女神様と話をしないと。巫女たちが来たわよ。こうだ。こうだ。君は聖域の森人だ。聖域の中に人間がいるなんて知らなかったよ。俺は四年体だ。人間よりも精霊に近い存在だと思ってくれていい。お前たちに分かりやすく言うのであれば、初代魂の森人といったところか。よくバディスの試練を乗り越えたな。故郷ティアナより来た俺の子孫バルよ。僕のご先祖様？大昔にティアナの者が女神の森人をしていたから、魂の森人もティアナから選ばれるという習わしでしたね。つまり彼こそが森人の先駆けであると。俺のやるべきことは今も昔も変わりはない。マナの女神を守ることだ。そうだ、コーダさん。女神様はどこにいるの？すぐにでも相談したいことがあるんです。俺のことはコーダでいい。外の事情はトレントやバディスから伝わっている。こっちに来てくれ。今から女神に会わせよう。ここで僕のご先祖様に会えるなんて驚いたな。よし、コーダの後についていってマナの女神に会おう。なるほど、なるほど。よっしゃ。僕はバル、そして周りにいるのは仲間たちです。女神様、魂を捧げる前に僕らに少し時間をくれませんか？封印されていたディロフォロスが復活して神獣の封印を解いて回っています。ディロフォロスは女神様に復讐しようとしとるんや。なんとかせなあかんねん。それに女神様にも聞きたいことがあるんです。ディロフォロスのことや痕跡のこと、僕の力についても。女神様、うちらの話は嘘ちゃうで。女神様、魂を捧げる意思はあります。ただこの世界の現状を放っておくことはできません。話しかけても無駄だ。女神は深い眠りに落ちている。あの時眠りについてから目を覚ましたことは一度としてない。女神がこんな事態に陥っているなんて、さすがに小生も知り得ませんでした。これまで聖域に入り出て行った人間はいない。誰も知らないのは当然のこと。まさか頼みの綱の女神が眠っちゃってるなんて。これじゃあ八方塞がりだよ。こうだ、女神様はどうしてこんなことに？バディスはお前たちを認め選択を委ねた。だから教えるべきなのだろうな。女神に何が起きたのかを、この世界の真実というものを。
女神様の身に一体何が。こうだから話を聞こう。さあ。おやおや。太古の昔、この世界をファディールと呼んでいた頃、世界は5つに分かれていた。精霊界、人間界、神界、冥界、樹界。5つの世界の間をマナが絶え間なく流れていく。それがファディール、平和の世界だった。しかし人間が醜く争い始め、マナの力を乱用した。ファディールのマナの循環は乱れ、5つの世界の均衡は崩れた。人間界に集中したマナを奪うため、深海で暮らしていた神獣が暴走を始めた。世界の境界線が壊れ、世界は一つになった。マナの循環が完全に途絶え、神獣の暴走も本格化した。人間が続けてきた長い争いの果てに神獣が暴走してしまったんですね。女神は神獣に蹂躙される人間たちを憂いた。そこで英雄ディロフォロスにフェアリーを使わし、聖剣を与え、神獣の討伐を命じた。ディロフォロスは役目を果たし、8体の神獣を倒した。だがその後、聖剣を返さず女神と敵対した。セルリアが死んだから。それでディロフォロスは変わってしまったのか。ディロフォロス自身も、大切な人を。彼はセルリアの死を受け入れられなかったんだね。そうだな。セルリアのいない世界に意味はないと。奴はそう言って女神に剣を向けた。無理やりに統合された世界の維持のため、女神は自身の全ての力を回し、眠りについていた。だから聖域の守り人である俺が、大精霊たちの力を借りて奴を迎え撃った。結果はこの通り。相打ちと言えるかどうかも微妙だな。奴を巨石に封じたが、俺は死んで四面体となった。俺にもう少し力があればな。ディロフォロス、僕と同じ痛み。こうだもん。うちのあの巨石、コーダがやったんだね。そうだ。だが封印は解かれてしまった。ディロフォロスを封印後、俺は大精霊たちと力を合わせ、奴の力を分割し、神獣のいる地に封印した。しかし、ディロフォロスの持つ恨みは強いものだった。封印した力が周囲を淀ませ、異常な現象を引き起こした。火は噴火し大地を焼き、風荒れ狂い翼あるもの地に落ちる。水は濁り、生命は死に向かい、土は腐り、命あるものは石となる。木は枯れ、種も生まれず脈途絶え、光はまばゆく、境界は曖昧に。闇深くなり、魔物があふれ、月、時乱し、
命あるもの理性を失う。人間たちはそれを神獣の災いと呼んでいるが、あれは紛れもなくディロフォロスの呪いだ。なんと、我々は災いを神獣のせいだとばかり。まさか一人の人間の思いがそこまでのものを引き起こすとは。強い思いは流れを生み出す。それにディロフォロスは聖剣からも力を得ていたからな。大精霊たちは奴の力を封印した地において呪いの進行を食い止める役目を待つ。だが世界が一つになった影響でマナの流れは歪み、循環しなくなってしまった。マナが循環しないことで大精霊も本来の力を発揮できず、被害は広がる一方だった。やがて災いを憂いた人間たちの間からマナの女神への祈りを捧げるミコが現れた。彼らは呼ばれるようにマナの木へ旅立ち、そして自ら魂を眠る女神へと捧げた。強い思いは流れを生み出す。ミコの魂によってマナの循環は一時的に蘇った。マナが循環すれば大精霊の力が戻り、呪いが抑えられる。だからミコは4年に一度選ばれるんだ。ミコがマナの木へ行かないと災いが起きるのはそういうことだったんだ。聖域を訪れたミコは俺が痕跡に変えて女神に捧げている。ミコ、痕跡に。バル、お前の持つ力は俺の持つ力と同じ。本来この力は魔物をマナの循環に戻す力だ。ファディールの時代はそのようにしてマナの循環を守っていたんだ。じゃあ僕の力は、ヒナは。バル、遅かれ早かれそうなる運命ではあったのか。そうだ、ミコが必ずたどる道だ。マナの循環のためお前たちの痕跡は女神に捧げられる。お前が持つ土の巫女の痕跡も合わせてだ。アイザネ、そうすることできっといつかは女神も。なんだ聖域の結界が。どうした。神獣たちがマナの聖域の結界を破ろうとしているみたいだ。ディロフォロスの仕業か。大丈夫なの？心配には及ばん。神獣程度が相手ならこの結界は破れるものではない。諦めたようだ。よかった。ディロフォロスの姿はありませんでしたね。神獣を消しかけて牽制のつもりでしょうか。やっぱり神獣やディロフォロスをこのままにはできないな。あいつら野放しにしてたら世界がめちゃくちゃになっちゃうしね。いつまでも女神様に甘えているわけにはいきませんわ。元は私たち人間の問題です。大切な人たちがいる世界は
私たち自身で守りたいものだ。これまで3体神獣を倒してきたんや。あと5体くらい分けないで。こうだ、僕たちミコが魂を捧げるまでどうかもう少し待ってほしいんだ。必ず残りの神獣を倒してディロフォロスを止めてみせるから。花から俺にお前たちをどうこうする力はない。やりたいようにやってみろ。選択はお前たち人間が行うべきことだ。俺は聖域の守り人としてのお役目を果たすのみ。それに新たな流れであるお前たちならその先の可能性があるかもしれない。その先の可能性？いや、忘れてくれ。とにかくディロフォロスが聖剣を持っている限りその力で奴は女神に復讐を果たそうとするだろう。それなら僕たちがディロフォロスから聖剣を取り戻すよ。災いも聖剣の力で何とかできるかもしれない。聖剣だってあるべきところに戻した方がいいでしょ。土の巫女の痕跡はお前たちに預けておく。巫女の意志も尊重したいからな。ずいぶんコーダに期待されてるみたいね。大変な道のりだけど頑張って。あのバディスが認めた奴らだ。俺だって人間の可能性にかける覚悟はできている。お前たちのやることに力は貸せないが、代わりにこいつの力を解放してやろう。神獣の元へ向かうならこれが最も早くて確実だ。さあ行け、巫女たちよ。ありがとう。